東北大学の新しい学長に就任した富永定治さんが会見を開き、日本を牽引する研究大学としてさらに発展させたいと抱負を述べました。今月1日に就任した富永定治学長は福島県出身の66歳です。これまで世界トップレベルの研究を目指すため、政府が支援する 国際卓越研究大学の認定に向けた計画づくりに携わったほか、東北大病院の病院長として、県医療調整本部の本部長を兼務し、コロナ対策の先頭に立ちました。我が国を、そして世界を先導する総合研究大学を目指して、さらに発展していく、そのために私は力をお尽くしたいと思いますので。 国際卓越研究大学の認定候補となっていることについては栄誉ある役割と大きな責務を引き受け社会の負託に応えて日本を牽引する研究大学としてさらに発展させたいと決意を述べました富永学長の任期は6年間です